そのデニスさんを紹介するのは本当は俺じゃないんだよね。あいつの友達なんだからさ、あいつが責任持って紹介しなくちゃいけないんだけどさ、だからあいつはそういうの全部放棄してあんまり決め込んでんだよ。でしまいには遊びに行っちゃって帰ってこなくなっちゃったんだよな。何してんのかって言ったらさ、新しい彼女ができた。何言ってんだよお前。まあ、しょうがねえから俺がこうやって紹介してんだけどさ、まあ、でもしょうがないね。そのまあ、じゃもう時間だから、そろそろデニスさん行ってみないと。行ってみるよ、さ、すいません、行ってみようみたいな。どうぞ。